ナチョさん、登録者5000人おめでとうございます。トライアウトなんですけど、その時はまだ関わったことがなくて、僕の中でヤッチョさんのイメージがちょっと怖いなっていう感じだったんですけど、この関わっていくうちに、年の差が10も離れているのにもかかわらず、とても話しやすくて相談にも乗ってくれる、すごくいい人だなっていう思いが今あります。直近で言うと、自分のパソコンデビューについてちょっと相談に乗ってくれて、後押しをしてくれて、このメッセージが届く頃にはパソコンがうちに届いてるのかなって思ってます。これからもチームメイトと一ファンとしてずっと応援しています。改めて5000人おめでとうございます。またねー。ビビロイヤルさん、この度は YouTube チャンネル登録者数5000人突破、誠におめでとうございます。スカウト所属のストリーマージョニーです。初めてビビロイヤルさんと出会ったのはワイルフで味方になった時でしたね。キャン ADC と聞いたら返事がなかったので、ビビロイヤルさんのサポートをしました。でも私がやらかして負けてしまいました。覚えてないかもしれないですけど、あの時はすいませんでした。ね、次にね、また会う時は馬族行きましょう。レックスパイセンと一緒に、あとサウナも行きましょう。改めて5000人突破おめでとうございます。分からずに気をつけて、これからも配信活動頑張ってください。ヤッチョさん、 YouTube チャンネル登録者5000人おめでとう。というわけでね、俺と、ヤッチョさんとのエピソードなんですけれど、最初が、BCS のトライアウトを受けた時で、実は今僕ジャングルなんですけど、本当は ADC で受けてたんですよ、トライアウトで。まあ、ヤッチョさんも同じ ADC じゃないですか。だからトライアウトするときって基本的に同じチームならなかったんですよ、 ADC 同士で被らないように。で、 VC とか一応参加しなくても聞いてたんですけど、なんかその時のイメージがなんかやっぱ元プロチーム入ってたってこともあって、なんかストイックでなんか厳しそうな人だなんて若干怖い印象を持ってたんですね。で、このまま僕がジャングルとして入ることになって、一緒のチームで練習してると、なんかヤッチョさん、実はめっちゃ人格チャレンジャーじゃねって思うようになって、なんか、ブートキャンプ行った時とかも、なんかやっぱ、ヤッチョさん、僕らのチームの中で一番最年長で、で、まあ、頼れる一面だったりとか、優しくて気遣いできるところとか、で、あと、みんなに対して、やっぱり最年長の立場から、注意してくれたりとか、というところを、なんか、チームパスと一緒にしていくうちにどんどん教えてって、今ではもう立派な頼れる兄貴っていう感じのイメージになりました。というわけでね、兄貴、これからも一緒にワイリフ盛り上げていくぞ。おお、ヤッチョさん、チャンネル登録者数5000人突破おめでとうございます。ヤッチョさんと初めてお話しされたですね、結構怖い印象があったんですけど、今となっては、優しくて面白いお兄さんといったイメージです。本当にチームの時はいろいろお世話になりました。今後も活動を応援してます。以上、アリューでした。ヤッチョさん、YouTube 登録者数5000人おめでとうございます。いや本当に、そうですね、デトネーターというプロチームでね、1個前のチームで一緒になってから、配信だったり動画投稿だったりちょっと一緒にやらせていただいたりして、まあ、チーム練習もあったりしたんですけど、まあ、そういうところで一緒に頑張れて、本当に、こういう嬉しいタイミングの時に一緒に入れて良かったと思います。
ちょっとなんか全然こういう話すの慣れてなくて、なんか何言ってるかちょっと分かんなかったりすると思うんですけど、まあ要するに、いつもそういうなんていうんですかね、コンテンツ動画とか配信とか頑張ってすごいなと思いますし、これからも頑張ってほしいなと思っています。でちょっとこういう機会なのでちょっと言わせていただきたいことがいくつかあって、僕は、まあ、野鳥さんと出会ったのがこの前やってたゲームのベイングローリーっていうゲームだったんですけど、まあ、その時は多分僕は野鳥さんのことを知ってて、野鳥さんは僕のことをあんまり知らなかったと思うんだけど、まあ、野鳥さんって言ったら、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、世界大会出てて、もう大会とか出てたらもう優勝とか、もう本当にもうすごいすごい人ってみんなイメージだったんだけど、まあ、僕も本当にその通りで、で他の人と変わらず僕も野鳥さんの一人のファンだったんですけど、まあ、このワイルドリフトっていう最近やってるゲームの方に移ってきてから、まあ、同じチームになることができて、あ、なんか野鳥さんと同じチームで活動できるんだって最初思ってて、でまあそれからはまあ大会出たり、まあ大会とかで大きい結果とかは全然残せてなかったんだけど、でもこうやって野鳥さんと一緒になることができて、まあ配信もそうだし動画もすごい一緒にやってて楽しいし、まずだからなんか僕もこんなに頑張れてるし、なんだろうな、そのみんなに面白いって思ってもらえるような動画が撮れてると思っててまあ野鳥さんは僕がいなくてもそういう動画を撮れたりしてると思うんだけど、なんで一緒に僕を混ぜてくださってありがとうございます。でまあこれからもそうですね、面白い動画だったりコンテンツとか一緒に撮っていきたいなと思うんで、まあ、野鳥さんはすごい大きい数字になっていってても、僕も一緒にこれからも頑張らせてください。そしてこれからも頑張ってください。よろしくお願いします。以上です。ふみやっちょ、チャンネル登録者数5000人おめでとうございます。まあ本当にふみやっちょの努力と、まあ、あとは継続の賜物かなと思っていて、本当に尊敬しています。まあ次は、まあ、1万人かな目指すのは、まあ、僕も一緒に頑張るし、まあ、協力できることは協力するので、まあ、一緒に1万人目指して頑張りましょう。まあ、こういう機会がないとやっぱり僕たち長い付き合いなので、まあ、照れくさい話とかもあんまできないかなと、まあ、思って、まあ、そういう話をしたいかなと思うんですけど、まあ、フミヤといえば、まあ、本当に自分の人生を変えてくれた変えてくれた人かなと思ってて、まあ、フミヤがモバに誘ってくれてなかったら、まあ、モバやってなかったかもしれないですし、まあ、こういう大会とかいろんな競技シーンに出ることもなかったかもしれないと思うと、本当に、まあ、大きい存在だったなと思ってます。まあ、こっちの世界で活動してきて、まあ、辛いこととか苦しいこととかいっぱいあったんですけど、まあ、フミヤから学んだり、まあ、フミヤと過ごした日々っていうのは、まあ、自分にとって宝物かなと思ってます。まあ、これから先、まあ、何が起きるかもわからんし、どういう人生になるかもわからんすけど、まあ、フミヤさんいてくれれば、まあ、何が起きてもワースかなと思っているんで、まあ、これからもよろしくお願いします。まあ、これからも配信とか、まあ、一緒にしたり配信とか見るんで、今後とも頑張ってください。